こんにちは、こんばんは。今回は前からちょっと思ってたんですけれども、刀のスクリーンってみんなクラック入ってませんか？入ってますよね、このように。まあこんなもんですね。入らなければ入らない方がいいに決まってるんですよ。まあ細かくね、買い替えなきゃいけないですし、ちょっとどうにかするべきなんじゃないかなと思ってですね、ちょっと考えてみました。で、純正の構成がこういう、まあ無理ですよね。この凸型、デコ型のやつがですね、これラバーなんですけれども、まあ、これでこの間にスクリーンがですね入ってギューッとギューッと締まる感じです。だからそのしっかりトルクもかかってませんし、まあそのゴムが痩せたらこの締め付けもね緩んできますし、効いてきませんしっていう感じでね、緩むからってギューッと締めちゃうとあのスクリーンにクラックも入りやすいので、まあその辺をね、どうにかできたらいいななんて思ってちょっと考えました。で、準備したのはですね、これまず1個ですね、ジョープリンス竹下、すごい名前ですね、 PG4NG479 の B ってやつですね。まあ、普通に売ってます。H 型のこういうラバーですね。こちらとですね、この内径に対して、対応サススプリング、5×6.3×6 っていうですね、スペーサーでございます。まあさっきのこちらのですね、スリーブを入れるだけだとやっぱりゴムをまたギューッとネジで潰しちゃいますんで、あの取り付けの構成としては非常に、よろしくないです。ダンパーを挟むのであれば必ずスリーブをですね入れていただいて、まあ、この前幅よりもスリーブが長くしっかりトルクが締まってますが、この隙間にねスクリーンがあってブルブルする、まあ、これがね、基本的にそのフローティングの固定の、構成だと思います。で、まあ、一応注意しておきますけど、まあ、これをやるからといってですね必ず、クラックが入らないわけではございません、ございません。で、今回このこっちの内径がですね、8ミリに対して、まあ、このラバー入れるんですけれども、本当はもっとこちらのですね、スクリーン側の穴が大きかったらもっと融通が効く取り付けができたんですけど、ちょっとインチキな取り付けでございます。まあ、これにですね、まあ、こうやってスリーブを入れちゃうと簡単に言うとですね、ちょっときついんですよ。ちょっときついんです。きついので、まあ、ちょっと三角なんですけれども、スクリーンを加工しないで若干マシにするにはやっぱこの作戦しかなかったなっていう感じですね。はい。で、このような、構成になります。まだ、ですので、しっかりセンターに、スリーブが入っておりますので、締め付け感もしっかりしますし、締め付けてもブル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 、する感じでございます。はい。まあ、とりあえずですね、4箇所入れてってみましょうか。まあ、これで二度とですねクラックが入らないようになったら嬉しいなと思います。まあ、結構刀のスクリーン売ってるとこ多いから、なんつうんですか、ここをそのままつくような設計じゃなくて、ちょっと大きくしてしっかりフローティングする構成で売ればね、もっといいのになんてちょっと思っちゃうんですけれども、まあでも割れないとスクリーンがバシバシ売れないから、それはそれで問題なのかしら、どうなんでしょう。よりですね、
割れづらくするには。アッパーカウルを外して必ずですね、アッパーカウルを外してこの角があるじゃないですか、角とスクリーンに、負荷がなるべくかからない位置でスクリーンを固定してあげてください。例えば今この角がアッパーカウル側に装着されてないじゃないですか。だからこのスクリーンと角の固定にあたってですね、無理な力がかかってないです。だからここのこの M6 が4本ありますよね、4本、これに、作りに負荷をかけない位置で、この角をですね、緩めて固定してやってあげるといいと思います。まあ、だから難しいですね、うまく説明できてないですね。アッパーカウルを外します、角の下を緩めます、で、スクリーンを、ちょっと仮締めしますね、仮締めして、まあ、そこそこ締めちゃって、で下をロックして、でこスクリーンを最後に締めるような感じですね。そうするとですね、スクリーンの穴位置に対して、この角がですね、いい位置に来てくれますんで、要はこういう、あんまりないですよ、しなるような負荷がスクリーンにかかりませんので、非常にですね、割れづらくなってくると思います。まあね、値段調べたら、まあこんなも安いのからね、5000円ぐらいからなんか1万何本まであるじゃないですか。まあ、できればね、こういうクラックとかね入ってこない方がいいので、こういう風にしてあげるとですね、より、いいんじゃないかかなと思います。まあ、自分のだったらどうするかな、もうちょっとワンサイズ広げちゃうかな。まあ、広げる前に一回、まあこれでちょっとテストしますかね。まあそんな感じでございます。まあ、ですので、このね、純正のこのゴムの凸固定、整備性も悪いですし、しっかり締まりませんし、ちょっと考えた方がいいと思います。でスリーブ入れることによってですね、結構っていうか、まあもうしっかりね、あ、ネジ締まってますよっていうトルクかけられますんで、でしっかり締めてもスクリーンにね負荷がかかりませんので、このようにですね、樹脂を止める際はですね、ダンパー入れてスリーブを入れてしっかりフローティングさせてやってあげるといいと思います。まああとはなんていうんですか、このボルト、このスリーブ入れたくなかったら、まあないでしょうけど、ここが段付きになってるやつですね、ここが一回りだから太ってて、段が底づいてフローティングになるっていうボルトとかもあってもいいのかななんてちょっと思いますけどね。はい、まあ今回はこんな感じです。刀のようなね、スクリーンクラック入るの防止したいなとか、このスクリーンの着脱のね、整備性を上げたいっていう方でしたらね、このモノタロウでこちら売ってます。ジョープリンス竹下 PG4NG79B のラバーとね、太陽サスプリング 5×6.3×6 のね、スペーサーっていうのがね売ってます。数百円です。500円ぐらいあれば、もうしこたま50個入りで、まあ困りますけどね。まあうちは仕事でやってるから、まあ誰かに提供すればいいだけなんですけど、という感じでございます。はい、ちょっとね、年末年始のお時間ある時にね、モノタロウさんで買った部品でね、ちょっとうまくやってあげてください。はい、今回はこんな感じです。チャンネル登録とね、グッドボタンの方ね、ぜひぜひねお願いいたします。今回はこんな感じです。ありがとうございます。失礼いたしました。どうもー。